どういう作戦で行くんだっけ。立山小杉だね。どういうこと。橋脚の下かな、うん、そこら辺がちょこちょこ下がっていって、うん、対岸包みで、まあ、石見ながら、あとはここは半分以上捨てて。何年いねんの。自粛してるのか。前ほどはやっぱ多くねえよな。タズノでほら結構大きいやつ出てたから、タズノが集中してるっていう話もあるもん。これもらう舐めたところどれ。結構大きいんじゃないかな。あと富士できるけど大きいってことだな。何だあ、拾ったよ。これだね、まあ運搬に生まれるんだよね。12センチくらいか。もう取るべよ。自分だから、まあ15、6、7、8くらい。へぇ、うん、視聴者は、この人なんぼ釣ったのやっていう話なんだよ。お、この人この川で80も釣ったんだとか60も釣ったんだとか、やっぱりお、なんか行くかなって魅力出るしや。でも意外とや、そう一平釣れてたってや、僕一部の調べないでね。100人いれば2人ぐらいなんだべ。こんな感じ、まあいっぱい釣れる人ってこんな感じだと思うよ。アユ釣り見てる人はどのぐらい釣ってるかって見てるんだ。見てると思うよ。今更だばって俺は川さん入って気持ちになっていうだけだよ。だけだよ。腹だ腹ほら腹だ腹。ああ、一緒一緒。結構大きいね。うん、よし、ちょっと待って、よし、待って、どうだろう、ちっちゃいんだった。やっぱ背上がりだな、ここ、うん、いいね、背上がりかっこいいよな、やっぱ。かっこいい、傷つかねえから、あいつだな。うん、やっぱり、次使うためにやっぱりあいつだな。結構でもまだまだかかってきたんじゃない。まだこれは入れ上がりじゃねえな。入れ上がりと言わねえ。言わねえよ。多分入れればかかるって。流せばかかる。入れればかかる。こてこて。うん。で、うん。で、うん。はい、かかった。はい、かかった。今かかってねえの。はい、かかった。かかった。はい、かかった。ボート？ボートだよ。入れ上がりでもまだまだ。まだまだまだ気持ちよそう思えば、うん、次釣れながら釣りが荒くなる。そうそう、これでまだ釣れねえ方だよってこう自分に気がしながら、調子に乗らないように。そうそうそう、あれ、うん、
거. 저기 너무 무리지. 어여 그네. 우영아스들이니 무이대한테 아이 갔다 때 그대로. 지금 이거 갔더니 상아때. 어. 상아때 저거 봤잖다. 어. 저기 나무가 아니에요. 아, 거기 아이 전화도 못해 가봤던데. 고난을 배워라. 저기 강이 뜨고 나는 배. 이만 인간의 만에 있지. 이쁜 인형이 되서 얼마나 된 거래? 이거는 F1을 비교합니다네. 이만하게 F1 키우비어 가지고 그러는데. 그럼 아니하. 다이아마다 준비 시키는 거라. 난 논대 했다 때문에. 실마하 있대하. 이씨까지 그래 뭐하. 아니 망해. 새끼가 망해. 이런 식으로 하지 말고요. 바로 올라가세요. 電化してきたね。電化してきたね。まだちょっとまだ銀河がありまでいかねえな。なるほど。何もかも。おい、おい、おい。頼むぞ。 그래서 고생 쪽 거리 나는 거다. 고생 전에. 어. 고야도 쉬려 가네 고생 쪽. 고생 쪽 쉬려. 고생 쪽 때. 어. 오늘 아마다 가마르고 오월에. 오월 낸다. 아니 키워. 키 나도 바로 막이. 키워 단독을 하는데. 그나 지갑 못 다니는. 어. 이럴 거야 이거. 저 맞지 몇시잖아. 그러네. 아이 아이. 지갑 못 다니. 골프도 그렇지, 그렇게 힘들고. 타이즈 하지 키를 좀 내면 느리지 않니, 그냥. ちょっと待って。ちょっと。どうなるよ、食べるな。ああ、ああ。わかった。ええ。どうでもとってないで。なんかさんやもまだらぐじゃねえか、これ。危ない。ああ。これで俺がうまいんじゃねえよ。誰もやってねえから、こっちで。ちゃんとやんじゃだめ。 얼마나 찢으려고? 응, 찢어. 이거 거기 쳤다 그래요.
너는 何匹釣るんだ？あの、あ、20、30ね。足もだねって。長さいじらんなかった俺。これ水難事故って言うんじゃねえのこれ。これはないって言うんじゃねえの。ここまで来たっけからな。そりゃ長さえるでな。やっぱり久々じゃない。本日終了4時15分。ちょうど雨も降ってきたし。今日何匹？22匹。いい子だわ。いやダメダメに。ダメ。もうちょっと夏よな。うん、僕のせい、おめが挫折さねば。俺のせいか。おめやだら溺れそうなっただけから。溺れそうなったって言うけど溺れてらなって。まあもちろんもう5匹6匹ぐらい取れたかなと思ったけど、まあこんなもんだべ。いいでするべ。これ吉田パイセンの妻の負けちまったね。まあそんな感じで頑張るっすか。お願いします。お願いします。お疲れでした。22か。22、ダメダメ。いいでしょ一匹でも釣れれば。そういうそういう前じゃねえ。あの笑わえるとこなんでしょさ。いいんだって。肩割らない吉田さん、あいで、2時間がなんぼで20なんぼ釣るって30匹ずつぐらい釣るんだよ。どう、床に場所を見る腕がねってことだね。